今までは僕ともう一人の僕の二人でデッキを組んできた。でもこれは僕のデッキ、もう一人の僕と戦うためのデッキだ。できた。僕は手札よりマジックカード封印の黄金室を発動。マジックカード発動、同胞の絆。僕はデッキからサイレントマジシャンを特殊召喚。そしてサイレントソードマンレベル0を召喚。攻撃表示でターンエンド。相手プレイヤーがドローしたその瞬間、サイレントマジシャンはレベル1となる。攻撃力500アップ。この瞬間を待っていたんだ。マジックカードターンジャンプを発動したんだ。今この瞬間サイレントソードマンはレベル4になった。僕はデッキ
marshmallon wa sentou de wa hakai sarenai. そして、なんとなく僕は君に追いつけるような気がしていたけど、君の背中はあまりにも遠い。 これは心が離れていても僕たち
が一緒に作り上げたデッキ。君を冥界に返すと強い意志で作り上げた僕の最高のデッキだ。ああ、ありがとう。もう一人の僕。僕はもう怖くはない。このデッキには君から学んだことが詰まっている。どんな時でも決して戦うことを諦めない。どんな時でも自分のデッキとモンスターたちを信じ。僕は剣だ。マジックカード封印の黄金室を発動。マジックカード発動。同胞の絆。そしてサイレントソードマンレベルゼロを召喚。僕はこのモンスターでブラックマジシャンを倒す。いでよ。僕はデッキからサイレントマジシャンを特殊召喚。勝者がひざまずいてどうするんだ。俺がお前なら涙は見せないぜ。僕は弱虫だから。僕にとって君はずっと目標だった。君みたいに強くなりたくて。ずっと。お前は弱虫なんかじゃない。ずっと誰にも負けない強さを持っていたじゃないか。優しさって強さを。